はい、皆さんこんにちは、おさきです。そしてハローです。そしてゆうちゃんです。今回はですね、ドライブしながらカラオケ大会したいと思います。このご時世なのでカラオケボックスとかはあんまりね、ちょっと推奨されないじゃないですか。でもカラオケちょっと最近めっちゃしたいって思ったので、どうしたらいいかなと思ったんですけど、あのさ、今さ、スマホのアプリとかで、ね、カラオケとかできるじゃん、うん、それを使ってカラオケすればいいって思ったので、今回はねスマホで やるやつやろうと思ったんだけど、車の中だったらさ、隣の家の人にも迷惑かかんないし、あんまりさ聞こえないじゃん、車の外の、うん、外から。だからちょっと車の中でカラオケをしようと思います。で、マイクも買っちゃいました、カラオケ用のね。こんな感じでとてもね、いいカラオケの環境が作れたので、今日はね、みんなでカラオケ大会したいと思います。イエーイ。それでですね、はい、あ、ちょっとあの著作権とかの問題もあるので、はい、アカペラでお願いしますね。嘘でしょ。はい、それでアカペラって難しいじゃないですか、うん、なので90点以上を出した方には、おおおお、今せっかく車のドライブしに来ているので、はい、好きなものを買ってあげたいと思います。じゃあ90点目指してください。先に言ったけど、本当90点目言ってるけど、マジでガチ中の初心者で、音もめっちゃみんな下手くそなので気をつけてください。お願いします。そうそう、ということで、まあ楽しんでいきたいと思います。はい、それではどうぞ。ということで、ハローくんでホームラン。さようなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来の旅。音程動かしかない。はーい、完了。73点 C です。じゃあ大塚愛さんのプラネタリアルを歌います。ゆうづくよ、顔出す消えてく鼓動、物声遠く遠く、この空のどこ、なんか反応してない。会えなくても記憶をたどって、同じ幸せを見たいんだ、あの香りとともに花火がパーと開く、だん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 行きたいよ、君のところへ今すぐ駆け出して行きたいよ、枕で何も見えない、怖くても大丈夫。待って、いや、お前が下手くそなだけだろうが。58点。結構いけてたよね。え、なんで反応してないの、おかしいって。はい、ということで、うーちゃん、グレンゲ歌います。うーちゃんで、グレンゲ。はい。強くなれるって言いました、僕も連れて進め。ドラグレでのサスニア、すごい壊ること震える気はしない、それだけさ、どうしたって消せない夢を、止まれない夢を、誰かも止めに行けるように、ありがとう、悲しみよ、せこにうちのアサイズ何をした、これの花よ、咲きよ、これ運命よ、照らして。おー、51点。え、待って、お先に近くね。お先何点？58点。あれ、今とか ハロー君。え、待ってね、おかしい。大丈夫、本当に俺で。じゃ
ルくんポシュリーヒュトゥーンテ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 ン前長いからね。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。終わり。むずいて。ハローから点数39点。思った。すごい音程外れてたもん。まあ、それはね納得だよ。はい、はい、うーちゃんは虹を歌いましょう。虹が虹がの方ですよ。そう、同様の方で。岩のシャベルが一日降れて雨が流れてくしゃみをひどく雲が流れて光を差して見やめてみれば。最初からやってたよ、お前よ。ラララ虹が虹が空にかかって、君とは君の気分を晴れて、きっと明日はいい天気、じゃもっとゆっくりじゃん。きっと明日はいい天気。おお、これ採点じゃん。じゃあ小さな恋の歌を歌います。はい。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で小さな恋の思いは届く。小さな島のあなたのもとへ響くは遠く遥か彼方へ。優しい歌は世界を変える。何を？え？ご希望でしょうか。欲しいもの？ご飯食べた。ウェンディ。
ズ。パスタ食べたいので、ウェンディーズがいいです。ポテト食べたいから良かったね。はい。よかった。じゃあみんな、みんな、私の手柄なのに。みんな喜ぶっていう。マジかよ。まだチャンスあるよ。せっかくだから最後にラストチャンス、うん、3人が好きなものを買えるっていうチャンスをあげましょうか。おー、欲しい欲しい。ただし3人で歌って70点以上、おー、私がいるから大丈夫かな、取るっていう。まあ俺がいるからね、大丈夫だよね。ちょっとね、春尾くんとジャンがいるのがちょっと難点かもしれないんですけどそれも踏まえて70点以上ってことで。わかりました。何がいい、何歌える、みんな、みんなが歌えるものをちょっとチョイスしてください。何歌える、うっせぇわ、うっせぇわ、めちゃくそむじいじゃねえかよ。せーの、正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる。大丈夫そう、35点だけど、今のところ。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路、味わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい。あてもなくちゃらこんらんするエイデイ。でも遊び足りない、何か足りない。困っちまう、これは誰かのせい。あてもなくたらこんらんするエイデイ。それもそうか、最新の流行は当然のはず。経済の動向も月にチェン。純情な精神で入社しは、社会人じゃ当然のルールです。あなたじゃわからないかもね。ああ、よく似合う。もなく、無駄もない。メロディ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇは、頭の出来が違うので、問題はなし。すごいうるさい。これもう、タイトルにふさわしい。16点。帰れ、マジで。はい。じゃーん、はい、ということで80点以上取ったご褒美にポテトとトマトソースパスタを買いました。やっぱみんな私に感謝は、みちゃんもナゲット食べます。コーラ飲みたかったんだよね。みちゃんに感謝は、赤かくを誤解ました。はい、今日も平和、みんながありがとうという社会平和クークが早い、みんな。私ね、買いに行ってきましたって言ってね、買い物ね、マオコハルトに任せたんですけど、その間にね、一人で歌ってたの、プラネタリウムを。58件は間違いだと思って、あ、本当に音聞いて歌ってたから90点出した。すごくない、本当は90点取れるから。ママ、ゆーちゃんはうまかった。うん、うまかった。ミニと歌詞覚えたらよかった。ゆーちゃんは耳で覚えるから歌詞がね、うん、まだ、うん、大体さ、歌詞見ながら聞かないもん。うん、あれと前よりうまくなった。これからにしたら音程がちょっと安定してきたかも。それだけで使いに行った。じゃあ、家でめっちゃ歌ってみます。家で歌ってくれるんだよ、でもね、歌ってね、歌えば歌うほど上手くなるから、ね、それはそう。はい、ということでこんな感じで初だよね、カオキ。うん、社内だったので、次はちゃんとした、みんな正直下手くそだと思った方もいると思うので、本当はこんなんじゃないんだろうってことをね、次回はちゃんと歌企画を用意してやりたいと思います。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。今日はいいともね、まさかチャンネル登録、コメント、バイバーイ。ハロー、宮崎、ゆうちゃん、すぎるな。